これからの二人は大好きな未来つくろう I love you, I love you 一つに お前も私を殺しに来たのだ。ならば早めに始末させてもらう。ちょっと待った待った、そんなわけないだろ。殺すだなんて。大体君は と、ご苦労さん、折り紙。日下部隊長、無茶しすぎよ、あんたは。で、これが精霊って呼ばれてる怪物で、さっきロスト、つまり消えちゃったわ。で、こっちが、ちょっと待った待った、何よ、正確司令官直々に説明してあげてるのに。これよこしまー、いきなり何、長山、長山、お前ら何のつもりだ。私雷属性だから。私水属性だから。いや、意味わからん。今回のことは外に知られてはならない。君らには記憶をなくしてもらうね。なんだとは。あなたも炎属性である私。あなたのこれからの道は2つです。一つは素直にゲーム制作部に入部するか、それとも。さあ、どうしますか。七つのフォニムによって形作られし星、オールドラン。あまたの国が成立し、再び歴史の中に消えていった。現在、世界はキムラスカ王国とマルクト帝国に二分され、かろうじて。過去のことなんかいいだろ、俺は俺なんだから。そうだな、記憶がなくてもこれだけちゃんと育ったんだし。聞いてる？そうだ、お前どうしてパン先生を襲ったりしたんだ。あなたを巻き込んだのは申し訳ないと思ってるわ。私が責任を持ってバチカルまで送り届けます。なんでお前みたいな正体のわからない奴と一緒に行かなきゃならないんだよ。私はティア、あなた一人じゃ帰るのは無理。去年の竜巻の被害がここまでとは。ヨダカ地方南部714、コーザベル3211。間違いなくこの辺りのはずなのですが、君の名は左肩に添付されている配達用紙で確認しました。配達用紙、品名、人、アルビッシュ、7歳男、割れ物、ラグシーイング。いつもは紙の手紙を運んでいますが、どうやら今回は人間、君のようです。何のことだ、お前は。 B という職業を知りませんか。ありがとう、アリアリンク。寂しくなるけど、ゴージュ、ずっと
頑張ってたから。アリア、おめでとう。昇進？そうだよシルベット、次の配達が終わったらこの。さーて、今日も一丁やりますか。未知の先輩。この春入学した種なし高校は部活が強制となっていたため、帰宅部志望だった俺も部活がゲロってたし、もしや何か病気じゃ。大丈夫ですか、先生呼びます。大丈夫、ご心配なく。こんな時に効く飲み薬があるので。はあ、持病か、大変だな。人をたくさん描いて飲む。ただのアガン症だ。飲み物ね、飲んでて。牛乳パンに合うよね。というわけで本日はコップ代わりにこの新聞紙を使います。ん、こぼしてしまう、ご心配なく。バカに殺される。先輩がやるもん、今からやるもん。その年の夏は地球全体がおかしかった。東南アジアでは全く雨が降らず水田が枯れ、中東では大雨による洪水が発生、アメリカでは記録的な冷夏となっている。サマーキャンプにいた7人は何も知らずにいた。それが誰も知らない世界での冒険の始まりになること。大丈夫だ。マチコ、あなた、ここはどこなの。わからない、何も覚えてないんだ。出口はどこだ。ゲーム後でないと当店から出ることはできません。ゲームなどしないと言ったら。あまりおすすめしませんが。おい、なんだ。あなた、体の部位が表記されており、そして神経と連動しています。連動だって。はい、ダーツが刺されば痛みを感じます。なんだと。得点が高いところほど痛みも強くなります。あれ、そんな話。落ち着いて。よし、33分発のに余裕で間に合うな。なんで電車来ちゃってるよ。流星雨が3つに全マップ探査が1つ。これ打ち合わせした時にでっち上げた初心者救済策だ。とりあえず赤ってことはこいつら敵だな。トカゲ人族の精鋭、レベル50前後が300体程度。サトゥです。働きありと言われる日本人らしく仕事漬けの日々を送っていましたが、ここではないどこかに逃げたいと思うほど追い詰められては。スリルと興奮のアトラクション、あなたの見たい夢がきっとここにあります。レッドワンワンダーランドで大人も子供も夢を見よう。おはよう、ガンタ。おう、ミミ。また学校で朝ごはん。山口は前だろうが。ではご覧ください。俺は何も。絶対無罪だね。中学生一人であんなことできるわけねえだろ。弁護人なら何とかしてよ。まだ俺未成年の少年 A なんだし、余裕っしょ。死刑になるってどんな気分よ。お友達皆殺しにして気持ちよかったか。俺じゃないのに。
いじめられた仕返し、それともモテねえ腹いせか。いっぱい殺した時のことを詳しく聞かせて。嘘はダメ。ガンダは友達殺さないって言ったもん。目標を捉えたぞ、バーディ。今度こそ絶対逃がさない。ダメだ、バーディ。誰だ、この人。誰だっけ。なんか見たこと。あれ、これ俺の手。君、近くして。それが違うんだな。え、一人じゃないのよ。誰。なんだよこれ。え？これは悪夢の続きか。僕は綺麗なお姉さんになっていた。おい、聞いたかよ。今日のトーナメントで16歳以下の部に12歳の小学生が出場するんだってよ。はぁ、うっさん、それ登録間違えたろ。いや、マジだって。んなバカな話あるわけねえだろ。これで決まりだ。バカ、そのロブは俺がジャッジしてる以上一生アウトなんだよ。なんだ。やるね、ロブにスライスかけてライン際で止めやがった。ねえ、今のは入ったの？何か用事があったんじゃないのか。はあ、ああ、そうだ、私の話はどうでもいいの。あの、クラスメイトが具合悪そうなの。保健室に運ぶの手伝って。わかった、すぐ行く。あれ、先生の担当って保健？いや、生物だが、伊達に何年も教師やってないからな。生徒の具合くらい顔見りゃわかるさ。顔がないんだが。見りゃわかるよ。だからこの子要するに。今思っても不思議だけど、でもなんだかそれは不思議じゃないような気もして、とにかくそれは僕の人生が変わってしまうようなことで、実は何一つ変わっていないような、とてもとても奇妙で、けれどどこにでもある経験をした、この池袋の街で。ひょっとして夜の9時過ぎくらい。ああ、知ってるんですか、セットンさん。うん、まあ私もそこにいたから。あ、都市伝説って何。黒バイクだよ、首なしライダーだよ。僕はその時自分の体が震えているのに気づいた。怖かったんじゃない、多分感動していたのだ。ここタイ・バンコクより紳士淑女たちにお送りする地下シアタースペシャルショーも大詰めを迎えることに相なりました次第でございます。ついに今夜、西暦2619年、地上最強の夫、失礼、地下最強の男が決定いたします。ゴキブリ見つけたら拾って食うのか。食わねえだろ。でもぶっ殺すだろ。冷静に考えたらなんで殺す必要があるのかもわかんねえだろ。それでも全力でぶっ殺すだろ。そんなもんだ。
の存続をかけた人間とゴキブリの戦争、負けた方が害虫だ。私たちの記憶、美しいふるさと地球テラ、その星は人類文明の発展による自然環境の破壊と汚染により人の住めない星となってしまいました。追い詰められた人類は特殊政府体制、遠く離れた仲間とも会話できます。かわいそうに、こんな狭い檻に閉じ込められて。出たい、ここから出たい、出たい、帰りたい、君も帰ろう、ここは僕たちのいる場所じゃない。捕まるな、ジョニー。強力な三陽反応探知タイプブルー。何、まさかミュー。ドリームワールド閉鎖、本部に出動要請。ドリームワールド緊急閉鎖。記憶を手放すな、生まれて14年間の君の記憶だ。君を、この案が使えないとはどういうことなのか。ルシウス、はっきり言わせてもらうと、君のアイデアはもう古いんだよ。な、何？ここはどこなんだ。うん、これはポンペイの別に付けたではないか。なあ、あんたずっと湯船の底に沈んどったのか。巨大な一枚板の鏡、こんな大きな鏡が、さらにこの催し物の告知の絵の完璧さ。あんた阿部寛にちょっと似てんじゃないの。ん、何なのだこれは。気持ちいい風が湯上がりのほてった体に気持ちよく吹きつけてくる。どうするんですかこれ。大丈夫。どうしたの先生ちゃん。ほらこっちですよ。よしよし、先生ちゃんは膝枕が好きなんですよね。そうだったな、お前は。安心しろ、もう収まる。毎日毎日こうやって地震に怯えながら生きていくのかよ。地上に天井はねえんだぞ。これが地上か。私の名前まだ言ってなかった。美しい、透き通るようだ。神だ、神の領域だ、奇跡だ、心が現れる。何をその素敵な笑顔。正当防衛じゃないか。どうして私の気持ちがわからないのよ。そんな風に生きてたってメグちゃん不幸になるだけじゃない。中学の時なんて言われたか忘れたの。スケバンだのバンバンだのって。バンバンは言われてないよ。せっかく知ってる人がいない学校に来たんだから、ちょっとはおとなしく。やっぱ男らしくなったんだな。男らしくはなってません。ならなんだよ、人のことジロジロと。え、いくみ
くんだ。ひぐみくんだ。女になっちゃった。おっぱい。そういえば TR-03 という曲もあなたの作品ではありませんか？間違っていたら申し訳ありませんが、あの曲も私は大好きです。なんでわかったんだ？今ネットにアップしている曲と全然な、何よ、子供だからってバカにしてたら痛い目に遭うんだから。はん、私たちもう高学年だよ。速やかに行うことが可能となりました。大賢者、スキルって能力のことか。捕食者って、捕食して対象物を体内に取り込み解析、その対象物のスキルを習得できます。解析が完了すれば擬態化も可能です。いい年して友達ってちょっと照れるけどこうして俺は通り魔に刺されて死んで、スライムに転生して暴風竜ベルドラと友達になった。なんということもない普通の人生ではもうない。かつて歴史上世界を覆い尽くすほどの強大な力を持った魔王、もしくは悪魔、邪神と呼ばれるような者たちが何度か存在したという。世界は毎度その手の者たちによって滅ぼされかけるが、そこに今度は伝説の勇者と呼ばれる魔王を上回るほどの力を持った戦士が現れ、化け物とも滅ぼしてしまう。のお前としては、夜道で女を襲ったり幼女をさらったりする以外労力は使いたくないわけだな。俺がいつそんなことしたよ。犯罪者はみんなそういうな。どうしました？何なんだよいきなり。来る。あ、混乱の時代の新たなる秩序、我らフロシャイムの使命は世界征服。しかしその前に目障りな奴が。そう、我らが宿敵サンレッド。サンレッド、お任せくださいパンプシオ。いや、私たちは悪の組織で、レッドさんは正義の味方で。悪の組織が正義の味方を倒そうとするのは常識ですし。常識だったら悪の組織が常識語ってんじゃねえよ。やるならやるでタイミング考えろ。空気読め、空気。もう分かりました。ったく反省しろ。はい、ランニングトランクスタイガーだもんね。地にいるときは気さくな方向でうっす。何の音？隣の人です。うるさいとよくどんどんやるんです。壁薄いっすから。押し入れの壁なんか微妙に隙間空いたってますから。隣より先に乗ると光が漏れてきますし、隣がカレーだと確実にわかります。行ってきます。証明書。サンダマって、ほらこれが手配書。すいません、宇宙船が壊れちゃったもんで、私宇宙に帰れないんです。ああ、もう泣かないで。残念だよな。
せっかく私が自首してやるって言ってんのによ。連邦警察第2500。あ、ダメだわ。子供たちの噂によると、大黒市では最近、ペットの行方不明事件が多発しているそうです。空間が壊れた時に出る霧だわ。なんか引っ越し早々幸先悪いわね。まもなく大黒。おやじ急げ。早く人の見守る町で、とある少女が世界中に電波をピピピと飛ばしていました。散らかってませんからどうぞ上がって。狭いのは勘弁してね。ちょっと待て、スリッパ履く前に、爽やか笑顔の前に、気にかけることがあんたの足元にあるだろう。これから毎日俺を見送り出迎えてくれる玄関に、なんかちくわみたいなのがいた。本質の意識とイハーミューヒナヒャイヒョウムヒョウ観察ルートが気安く私に触れるのはいるはれない。原平洋症状態である席を有しなったタンパク質の集合体、それがあなたたち。すみません、訳してください。はじめましてと言ってるのよ。以前より火星で確認されていた地球外生命と人類は、この年初めて接触を。でもこの強化装備っていうのはなんだか恥ずかしくないか。ああ、その幼児体型じゃねえ。いよいよか。なんで防衛線は食い破られたんだわ。おい、あれ呼吸か。違う、レーザー球。もしもし。お腹減った。日本語。お腹減ったって言ってるんだよ。ちょっと待てよ、それが分かってて放り出せるかよ。じゃあ私と一緒に地獄の底までついてきてくれる？それじゃあ。困ったことがあったらまた来ていいからな。うん、お腹減ったらまた来る。ねえ、あれ大丈夫かな。一応ジャッジメントに連絡しとくか。ほんと退屈しないわねこの町は。総人口230万人、その実に8割を学生が占める町。それがこのか。そう、あの方こそが学園都市230万人の頂点、7人のレベル5の第3位。ベールガン、
ミサカミコトお姉様、常盤大中学が誇る最強無敵の電撃姫ですの。ばっかでかくなりやがって入ってきます。カル、アリエルをお願いね。あの子すぐ無茶するから。そうそう、うん、姉さんたちも元気で。大声出すなよ、恥ずかしいだろ。あんただって出してる。僕はいいけど君はダメだって。何よそれ、弟のくせに。妹のくせに。まあ弟妹、あの二人どういう関係ですかね。何にせよ、賑やかな毎日になりそうですね。CCG 本部より北丸線20区アクアビルディングに不法侵入者との通報。不法侵入者はグールと思われる。至急現場へ急行せよ。もっともっと。おいしい。やだ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 。ごまんしろごまんしない。こんなもの食べられるわけがないだろ。なんだよこれ、なんだよグールって。人は殺せ、仲間同士殺し合う。僕はそんなんじゃない。僕は人間なんだ。バカみたい、さっさと諦めたらいいのに。食べる勇気がないならさ、私が手伝ってやる。この町が嫌い、家が嫌い、親も親に怒られることも嫌い、片手間に怒られるのはもっと嫌い。もうやだ、何もかもいっそ壊れちゃえばいいのに。毎日そんな風に思ってた。お伝えしておりますように、本日15時46分。ママも一緒に食べられたらよかったのにね。でもママはもう行くなきゃ。ケーキユキにもあげてね。ママはダイエット中だから。似てる。ねえもう一回やって。どうしたの。まだまだ子供だな、ユキは。ん、ああ丸いケーキが食べたかったのに。誕生日のケーキが丸じゃないなんて分かってなさすぎ。お姉ちゃんすごいよこれ。僕、夏目ちゃんの式神になる。ずっと夏目ちゃんを守ってあげるよ。現在の陰陽術は第二次大戦中に統括された日本呪術を洗練。陰陽師を目指す決心ついた。いや、アルトラ、安倍の生命の子孫、土見ヶ家の人間なのに国家陰陽師になりたいと思わないの。思わないわけないよね。普通思うよね。北斗、何度も言ってるだろ、土見ヶとつっても俺はただの分家、しかも元気じゃねえんだ。霊気が見えねえ。ご旅行先のバス事故ですって。ご両親ともなんてね。息子さん一人残されちゃったんでしょ。ええ、スバル君大丈夫かしら。スバル、お腹すいたよ。たくさんお腹がすいたら死んじゃうってこと知らないの。あの時も自分は全然食べてなかったし、よくわかんないけど昔お世話になったトラ姉さんが、お返しはきっちりしてやんなって言ってたし。
ちゃんと仕返ししなきゃね。仕方ないから私の食べ物を少し分けて。太平洋戦争の終結から13年、日本は戦後の混乱期を経て高度成長期を迎えようとしていた。そんな表の世界とは別のところ、魔物が潜む闇世界で一つの伝説が。仏はある。スーアンコー第三軍シャア短期待ち。バカな、確かこいつの手はさっきまで抜きやがったんだ。みんながさっきドアの方に気を取られてる隙に川から。警察が迫ってきて、一番ハラハラすべき党の本人がここまで計算づくか。このガキ化け物、中学生の発想じゃない。誰の目にもイカ様は明らか。そんなものヤクザどもが認めるわけがない。たとえ力ずくでも。だからこいつはそうさせないために殺を立ち合いににしやがった。これまでに死者3名、重軽傷者58名。台東区、千代田区。構え、撃つし、始め。恩恵、一刀流。いきなりジーン、かなりちゃん、危ない。ヒヤヒヤさせる。当たらない。よく見る、よく聞く、よく感じ取る。負けた。やる気なしですね。ああ、俺たちの本領は荒玉。メディア領火法、それは公序良俗を乱し人権を侵害する表現を取り締まる法律である。検閲はメディア領火委員会によって執行される。その権限は恣意的に拡大解釈され、執行に抵抗する者には武力の使用も許可されている。あのクソ教官。クソ教官って道場教官のこと？他の女子がへばっても同じ仕打ちしたことないのよ。しかも私がへばったのゴールの後じゃん。何の文句があるって言うのよ。私結構好きだけどな。ちょっとかっこよくない？はあ？どこが？あんなチビ。確かに背は低いけど、でもあんたが身長で男を選んでたら相手いなくなるわよ。ともかくやつは論外よ。性格だって悪いし。話さなければならないことはたくさんある。彼女のこと、彼のこと、彼のこと、彼女のこと、彼のこと、てめえ。そして彼のこと。なんだか泣きそうになってしまった。大丈夫だよ。今に春の周りはたくさんの人であふれるから。しずか、足がすくんで動けねえ。なんでこんなとこいるのよ。しずか、助けてくれ。追いはぎだ、こいつらいきなり金出せって。どこ行くんだしずく。体育だけど。というわけで今日は南北朝の時代について触れていくぞ。まずどこから始まったかというと、建武の新政が1333年にあった。私の隣の席の関君は授業中いつも何かして遊んでいる。怒ると怖いの知ってるでしょ。今はやめた方がいいってば。何その集中してるから静かにしろ的なリアクション。おかしいよそれ。
来た道分かんなくなっちゃった。どうしよう。携帯は圏外だし。森のそばにあるよ。私料理もできるんだよ。肉じゃがとか。へえ、すごいな。私は人間の食べ物は食べないが。そういえば、いった。気をつけなさい。もったいない。ちょっと待ってて、ソフィーちゃん。もっと出すから。おい、やめろ。ことは好きな人なんていないし、彼氏作る気もない。でもだったらなんで俺、こういうのだったらいよいよたちの方が。あんたいかにも慣れてなさそうだし、だから誘ったの。慣れた人に食い物みたいにされんの尺だもん。ダメ。それに彼氏いるって話だろ。ほら、あんたたちもご挨拶して。え、あ、シュザースタンピード。ええ、あの600億ダブドルの賞金首がダンキンの田舎町に現れたんだとよ。知らなかったのか。え、どうなったんだ。町が消えちまったんだとよ。なんでもダンキンじゃし。どうしますって。もちろん逃げるに決まってますわ。命あってのものだねです。町に避難勧告を出さないと大変なことになりますわよ。でも先輩、このままだと仕事を抜け出してしまうことになりませんか。これうまい。あ、あなたいつの間に。助かったよ、お腹も膨れるし。ダンケダンケ。別にあなたを助けるためにやったことではありませんわ。だったらどうしてあなた。僕死んじゃうのかな。できるようになるんだって。そんなことどこで知ったんですか。そんなことよりドラゴンを手に入れたなんて大手柄だわ。鱗一枚、爪のかけらでも S クラスのロストプレシャスなのよ。それはそうですが、僕らの手に負える相手じゃありませんよ。早々にソサエティに引き取ってもらわないと。いっぱい聞きたいことあるし。何食べたいの。ドラゴンって思ったより庶民的なのね。あ、アイスクリーム。アイス。あ、うん、うん、エリコ。エリコ。コロは昔々誰も見たことも聞いたこともない不思議な時代。都から数千里も離れたある山奥に、大自然を相手にたった一人。僕だ。動くんじゃねえぞ。ん？ん？あんたこそ人間なの？当たり前だ。なんかオラと違うな。ひょろひょろして弱そうじゃないか。だって私は女の子だもん。女？お前女なのか？あんた一緒にボール探しを手伝ってよ。女には優しくしろっておじいさんに言われてたんでしょ。ボール探しをか。どうせここにいても暇なんでしょ。男だったらいろんなとこ行って修行しなくっちゃ。修行すればじいちゃんみたいに強くなれるかな。当たり前よ。あんたなんかこの山の中しか知らないんでしょ。海なんて見たことないでしょ。
世界征服というピッコロの野望も孫悟空の活躍。やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。何者だおめえよ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。近寄るんだねよ。ぶっ殺すぞや。目指す展開から何やら凄まじいバトル反応が出ています。分かっている。展開で何が起ころうとこの作戦は成功させるのだ。本物の悟空じゃ。悟空が手に戻ってきたぞ。え、嘘よね。まさかあのちびっこくんが私の。じゃが悟空、お前チートばかりちっこくなったんじゃ。ほらピラフたちにドラゴンボールでちっちゃくされちまってさ。おーのー。いやいや、そんなことありえない。そんなことより父たちは元気か。おい、父さんな。この世界の誰一人見たことがないものがある。はあ、嘘っぱちだ。小さい体、人形見て。でもなんか、なんか妙に威圧的な。気を抜くと取って食われてしまいそうな。これは、うわ、本当だ。ヤンキーダパス君と手乗りタイガーが。手乗りタイガー。いやだ。あんたのこと信用できないし。それにねえ、ラブレターってどうなのかな。今時じゃないわよね。こんな時にモチモチされても。恋愛相談ならいくらでも乗ってやる。でももう遅いから明日な。お、本当協力してくれる。するする。そこは全てが漆黒に包まれた場所だった。その手を掴まなきゃいけない。その手。あ、今日お呼びかよ。あれ、お前胸は82の C よ。なあ、魔導書よ。美味しかったな。さすがの俺も思わずツッコミに回っちまったぜ。顔が同じでも中身はまるっきり違う。それだけでも分かってよかったじゃないか。ああ、だけどやっぱりアリンはヒジリに繋がってる気がする。次。なんだ、なんだ。ここはどこだ。ここは誰だ。ゼイヤ、ナブ、ガル。力ある審判の炎、父なる御霊のしもべたちに、メシナ、パディナが命じる。我は憤怒、我は燃え盛る。
魔弾の意図。ファティナ！ファティナが捕らわれたぞ。助けよう。待て。ミーはなぜ止める？あれを見ろ。え？あれがどうしたんだ？いいか、よく見ていろ。早く助けないと。まだだ。ダメ。ただ、これからだ。まだ？待て！もう少しだ。俺をやったやつとは絶対違うぜな。へえ、かっこいい。これは虫のつもりか。無意味なことしやがって。変異部分の手前で血液が固まっちまってる。クソゲルデカイマーね。さっきの肉何に使うの。チャーシューだよ。チャーシュー。やる。顔を見せろ。奥方様、もう少しにござりまするぞ。奥方様、お気を確かに。もう少しにござりまする。大丈夫か。カバン。とりあえずそっとしといてあげよう。あ！あんた、何してほら、カバンを取りに来ただけ。あんたのカバンだっての。あんたの席。なんだよ。原因は分かってるんだ。彼女の臓器を金に。ナイフや包丁などの刃物では傷一つつかない。だったら